1県知事選挙としては異例中の異例、本当になんか歴史的な選挙になったんじゃないかなというふうふに思いますねまず紹介したのは読売新聞のこれ長官の記事なんですが、はい、17日、投開票の兵庫県知事選で前知事の斎藤元彦氏が再選を果たした政党の支援を得なかったものの SNS を通じて支持が一気に拡大したのが勝因だと。 それは間違いないことなんじゃないかなと思いますしその票数に表れているように民意が示されたということですよね斎藤氏はパワハラなどの疑惑を内部告発された問題で、えー、告発者探しを指示し県は公益通報に基づく調査結果を待たずに告発者を懲戒処分とした斎藤氏は県議会から対応を批判され全会一致で不信任決議を受けて9月末に失職今回の選挙は知事の資質が争点の一つとなるはずだった 斉藤氏は選挙戦で街頭活動を X でこまめに発信し、支持者が LINE で募った約400人のデジタルボランティアも SNS で動画を拡散させるなど後押しした、さらにより多くの大きな影響を与えたのは斉藤氏本人や陣営ではなく第三者。 の発信だった、はい、SNS 分析を専門とするシンクタンククタネットコミュニケーション研究所の調査では政治団体 NHK から国民を守る党党首の立花孝氏が告示日以降に投稿した100本以上の YouTube 動画は合計で1500万回近く再生され斉藤氏の公式チャンネルの10倍超に上った自身の当選を目指さず斉藤氏のサポートを掲げて立候補した立花氏は YouTube などで検証困難な情報を発信 告発者の男性職員は公用パソコンに告発とは無関係の指摘情報を保存しており発覚を恐れて自殺したとの主張を展開した告発については作り話で名誉毀損と断定私も大手マスコミに騙されていたとメディアへの不信感を煽ったということですね斎、うん、藤氏も中盤戦以降で該当で報道は本当に正しかったのか皆さんが X や YouTube で調べていると 演説をしたとということなんですね、はいうん、で一方で、対立候補に対するまあ攻撃的な投稿が多くあ,り、はい、あったと、辞典だった稲村和美氏は外国人参政権を推進しているなどと選挙戦で主張していない内容を拡散され、街頭演説で打ち消しに追われたということですね、はいろいろな意味で異例の選挙になったわけなんですけど、これ、勝利の立役者は、うん、まあこれ、僕が思うに、完全に立花さんだなと。 はい、橘さんがいなかったら今回、斉藤さんは再選することなかっただろうなというふうに考えてますね,いいですね、うん、あそこでやっぱその選挙に出る、さら、はい、に動画投稿しまくる、はい、という点で、はい、まあこれまでの選挙にはない動きでしたしかといって橘さんが出たからといって全部はまるわけじゃないんですよ。うんうん 橘さんこれまでいろいろな策打ってきましたけど、はい、全部がはまってるわけではない、はい、ヒットしてるわけではないただ、今回の兵庫県知事選挙においては全てがハマま、ねうん、はまりました全てが完璧にはまって実際に当選するまでいきました、はいはい、というので、まあ、かなり特殊な選挙戦になったんじゃないかなということですね。今回の検定、うんまあ、終わってないんですよね、はい、その選挙を 終わったからもう全て解決っていうことじゃなくて、うん <laughs> はい、その県議会での百条委員会というのが、うん、これまだ終わっていないスケジュールが後ろにずれてきそうな感じなので年明けてもまだまだやってるんじゃないかなというような情勢になってきました百条委員会やった上で、うん、までどういうまとめ結果が出てくるのかによって、うんうん、じゃあ斎藤さんまた 場合によっては進退考えるのかとかいうことになってくると、うんはい、非常にややこしいなという状況ではありますよね,すね <laughs>、はい、だから本来であればこの百条委員会をまあ終えてから、うん、取りまとめをしてから進退、だからあの必要であればやめる必要があったかもしれないですし結果見て、まあ、これ辞やめる必要ないですねっていうことで終わったかもしれないし、うんはい、その県民の判断が難しいところで中途半端にやっぱ県議会が不信任出して失職、まあ、っていうことになったので、うん、まあここまで混乱が。 広がったのかなとそういう状況で、まあ、県民の判断としては斎藤さんを再選させると、うん、でその背後にはこの SNS のパワーが非常にあったのかなっという結局、不自然だったんで辞、うん、めさせられ方がね斎藤さんが辞任に追い込まれるみたいな形になったしそれまでに、あのー、それまでの段階だったら別におねだりもパワハラも別に問題なかったっていうか。 決定的なな証拠は全然なかったんですよまあパレードの件とかも、パレードの件も別に問題もなかったし、はい、あと、その公益通報、これも弁護士によって見解違うんですよね、公益通報に関しては。ねはい、だから、はいあの、テレビは公益通報違反だっていう弁護士ばっか出して、斎、うん、藤さんが悪いっていうのを、まあ、おねだりもあっただろう、だ、うん、と局長の死もあの自殺に追い込んだんじゃないかって思わせるような報道をずっとやってたんで、うん、でそれに議会も乗って、うん 潰しにかかったじゃあ、何が原因、なんで潰したかは、本当のところは分かってないんだよねまあ時系列見ると、告発者探しをしたから追い込まれたんだろうなっていうのは、これは容易に想像できる話ではありますよ、ねうんうん、それかな、別のことで、どうしてもやめさせられる、うん、やめさせる理由があったんじゃないかなっていうふうには思うけれどもね、そうじゃないと、あんだけ大きな力で、あ,のー、あそこまで、まあ、 グレーでもないぐらいな状態で、辞めさせるってなんだ、それっていうのは非常に、うん、斎藤さんをってこと斎藤さんを辞めさせる理由っていうのが、まあ、今考えても合理的に、うん、当時も思ったし、うん、僕は7月ぐらいにも、まあえー、と言ってたけれども、うん、今でも、あれ、なんで辞めさせんのと。まあ僕が思うに、別にそのメディアも、なんか陰謀を企てていたとかじゃなくて、盛り上がるからやってただけだと思うんですよ。うん、それにしては、うん 何の証拠もない状態でメディアに乗っちゃったなっていうのは本当ひどいなと思います百条、うん、委員会の途中で斎藤知事を辞めさせたのが一番悪いと思います、うん、僕は思うにはあのだからそれ事は、まあ、結局なんで俺辞めさせられるの,のと。情報が、はい わからないじゃないですか、うん、じゃあどういうその最終的な報告になるのかがわからない状況でやっぱやめてしまったっていうのがやっぱこれはもう県議会であったりとかあとそ,のそれをこう持っていたマスコミの影響なんかが今回あったんだろうなということですね,ですねあの怪しい雰囲気が今回斎藤さんが勝った一番、まあ、一番の理由って立花さん以外にね、うんうん、大いにあるんじゃないかなっていうふうには思いますけどね。そううでですね、はいでまあ、今回 SNS ががここまで盛り上っっったっていののは、うんうん、やっぱ根底 マスコミ不信が相当あるんだろうなっていうところだと思いますね。まあそのネットの論調、まあ X とか <laughs>、はい、YouTube のコメントとか見てると、やっぱマスコミに対する凄まじなんていうかなコメントというか、うん、その、まあ、強い言葉を書くものを含めて結構見受け。 られたので、うんだからそこの反発っていうのがまず根底にありつつ。で、あとその斎藤さんが勝った要因としては、まあ立花さんの存在もあるんだけど。その対抗馬がまとまってなかったっていうのは。まあこれ結構大きいと思います。まあ稲村さん一人だったんじゃないのと、僕は。まあほでもやっぱその0万以上取る候補者がいるので。で、まあその稲村さん。で。で、そして今回、その保守派って。割と。なんかあの。 背後関係が見えると引いてくっていうのあるじゃないですか。だから稲村さんの背後とかに何か有田芳生さんとかなんかその佐賀系の人が柴木なんもいたとか見えてしまったのでエイトもいたとかいろいろ菅賀の田元もいたとかまあいろんな情報が入ってきましたよね。少なくとも稲村さんを応援しようっていう空気感にはならないですよね。もう逆進がついてしまうともうそれだけでマイナスになるっていう。 状況になってしまうんじゃないかなと思いますし、うん、だからすべてにおいて、うん、こうなんか立花さんにとっていい方向性でそうです、ね、進んだ選挙になるのかなということですよね斎藤知事あ斎藤元知事の、うん、まあ演説中にあの人殺しだとかいうアプラカードをかけてカード持ってる奴らもいたんでいあれが逆進なんですよいやそうなんですよだからあのが出てくるとだからあれも 立花さんがどんなラフファイトしてもあれがある以上、もう妨害してるんだから多少、妨害みたいなね、大きくやらなきゃ、こっちは勝てないよっていうのは、絶対的に出たと思うよ、それは大きく。あと、もうなんか、背後関係、だからあれ、いわゆる芝木隊みたいな人たちがいるってなると、まあやっぱ、じゃあ稲村さんに投票しようみたいな。で今回人出ててい そのまあ、基本、当落線上のどっちかに投票しないと死に票になってしまうというのがあるじゃないですかだから、うん、それで考えるとじゃあ、斎藤さんも問題だけど稲村さんかってなると、うん、僕だったら悩みますね。 ああだからそれだったら斎藤さんに入れたかもしれないし、うん、まあ死に票になるの覚悟でその3番手以下の人に入れたかもしれないし、うん、ちょっと何とも言えないなっていうだから判断のしようがないですからね斎、うんまあ、藤さんが今後、百条委員会でどういうこれ結末になるのか,、うんかね、現時点でではわからないので、はい、だから僕は現時点ではわかんないから、うん、ちゃんと斎藤さんにさせるべきだっていうのは僕の一旦の結論だけどね。うん、あの ちゃんと裁かれててなないいわわけけですよ。百っだから百獣委員会を完遂するっていうそうそうそうで今回やめさせられ方がね本当にこれは僕はちょっとムカついたなそこなんですよ。今和田さんが言ったところって多分多くの人が共有してるんじゃないかなと思うんですけど斎藤さんは被害者っていう視点なんですよねやられたっていう 僕はそそうう思いますだから、より応援するエネルギーが沸騰したんじゃないかなと劣勢の立場の人を応援するっていう心理結構あると思うんですよ、だから今回でいうとマスコミとかそういうものに叩かれて本当は斎藤さんが正義なんじゃないかっていう立花さんとかの動画を見て実は。 悪くないんじゃないかみたいな意見を持って応援しようっていうそうじゃないとやっぱ応援するエネルギーがないとあんな人集まらないですからね、うん、あ今回来たのね街頭演説のもう終盤とかすごかったですよもう何千じゃ済まないんじゃないかなというぐらいのら人数が集まっていたのでこれはすごいなと、はい、であの今回の斎藤さんってちょっと特殊で成功した現象なんですよね。 例えば石丸現象とか言うけど、あの人、当選してないんですよ、そうだから、参政党現象とかって以前言われたけど、議席取ってるんだけど、ちょっとやっぱ知事選とは違うじゃないですか、一つの椅子を争って勝つっていう意味で、今回、斎藤現象は当選したっていう意味でも、かなり特殊な、あそこまでの劣勢から取り戻していったっていうのが、本当に特殊な現象だったんじゃないかなと。動動画画ののごご視聴ありがとうざいましたへ評価 「かずやチャンネル GX」では毎日18時に動画配信毎週水曜日20時半からは生放送も行っておりますのでぜひご覧ください。